アイランド8番目見ました。控えめに言ってとても辛いです。文化系トーク YouTube グランパンパスです。はい、アイランド、あの皆さんご覧になってるでしょうか。はい、私もね楽しみに見てます。楽しみに見てるんですがとても辛いです。まず今回はね、まあツイッターですでにいろいろ出回ってはいるんですがね、ちょっとネタバレとかそういう部分もあるので、そちらの方が嫌な方はとりあえずまずアイランドの8話を見てからご覧になってください。私の動画はね、いろいろ言いたいことがあります。まずですね、何個か前の動画で心配していたんですが、あのプロデューサーのね、レイン、まあ、あとジコ、この2人のプロデューサーがぶっちゃけ頼みの綱でした。あの日本人メンバーもそうだけど、正直あの2人が、まあ、パフォーマー、本人たちも成功しているミュージシャン、パフォーマーであるという部分と、ちゃんと魂を込めて練習生たちのことを見ていてくれた、公平に見ていてくれたっていうプロデューサーだった気がします。でジコは兵役に行きまして、でレイン、あれ7話にいなくねって思ったんですけど、8話にいませんでした。これどうなっちゃったんですかね。降板しちゃったんでしょうか、それか仕事ですかね。ツアーとかやってるんでしょうか。レインさんの、あの P さんのファンの方がいらっしゃったら教えてもらえたら嬉しいんですけども、あのねちょっとね気な臭くなってきた気な臭くなってきた。いやレインいないとダメでしょ。ダメだと思いますよ。あの他のプロデューサーたちなんかね、ほんと感じ悪いんだわ。あのこれまあ私の意見ですけどね、感じ悪いっていうか、本当になんだろう、あの大人、あいつら、あのね悪い大人たちだって思った。あのねニジプロでこういうことをあの感じることはなかった。てかニジプロの、うん、あの JYP とやっぱり色ビヒはやっぱ色違うんだなと思いましたけど、まあオーディション番組ね、まあ、編集の仕方ですかね。編集の仕方で確かにちょっとバトらせたりとか、険悪な感じにしたりとか、そういうのって、まあ番組としては必要ですよね。その、まあリアリティ系番組、ドキュメンタリー的な番組ね、そういうドラマ性とか、そういうちょっと小競り合い的な部分、険悪な感じ、重要かなとは思うんですが、そればっかなんすわ。そればっかなんすわ。本当にね。もうちょっと優しいとこあってもいいよねっていうね。最初のところでタキが抱っこされてこうなんかワイワイやってるところとかは、あちょっといい感じなのかなって思ったんだけど、あれすぐ終わりましたしね。うん、あとなんだろう、あのねタキの話もしたい。そうだな、多分ね話すこといっぱいあるんで、多分そう簡単にこれ終わんないと思うんだよな。多分2回か3回ぐらい分けなきゃいけないかな。ちょっとあの取り留めもなくなっちゃうと困るんでね。なので今回はレインさんとタキの話にします。編集のせいなんでしょうか。あの日本人メンバーちょっとやばいかもっていうのが本格的になってきそうです。何個か前の動画でね、日本人メンバーやばいかも、レインが来なかったなって思ったんですけど、いやレインいなかったんで、いやプロデューサーが決めるテストじゃないですか。BTS のテストね、ダンステスト。あれだからプロデューサーが決めるところにあのレイン1回目でいなかったってことは、多分次もいないですよね。なんですかね、あのやっぱりパン・シヒョクと揉めたのかな、それか本当に単純に第1シーズンだけの契約だったのかとかね。あの BTS が出たおかげで、まあ、あの第2シーズンになってから結構注目度も上がったみたいなんですよ。ただ8話目では BTS 出ませんでしたし、あの7話目はね確かに BTS が出ていろいろアドバイスとかもあったりしたし、まあまずその23人が12人に絞られて上に上がるっていうところで、まあ結構明るい感じで終わったんですよ。あいいぞと、これは盛り上がっていくぞと。うん、あの2次プロジェクトも私も2期から見たんですけど、まあ2期第2シーズンね、第2シーズンから見たんですけど、オーディション番組って結構その第1期よりも第2期、まあシーズン1よりシーズン2というか、まあ言い方いろいろありますが、2期の方がね盛り上がるらしいんですわ。まあ絞られてきて実力派がいっぱい揃ってくるし、こうねすごいあのもうつばぜり合いのような感じのやり取りがあって、そこの中での仲間との絆みたいな、そういうところが人数が絞られることによってより顕著にねなってくるから、そういった部分で盛り上がってくるっていうのはあるわけですよね。まあちょっと違いますけど、あの昔やってたドラマのあなたの番ですも第2シーズンの方が盛り上がったりして、案外ね番組っていうのは最初よりも第2シーズンの方が盛り上がったりするってこともあるみたいでね。総集編っていうのもいい感じにあったりするから、それを見れば第1シーズン見てなくても分かりますしね。
はい。で、そう、二次プロジェクトは、そう、第二シーズンが盛り上がって、私もこうくらってね、ハマったわけですよ。で、二次プロが終わり、オーディション番組なんかやってないかなと思ったところで、アイランド見ました。で、うん、なんかね、まあ、楽しそうだなっていうよりは、なんかクールだなって部分が感じで、ちょっと冷たい感じがするなって思ったんですけど、ただその中で、まあ、レインさんは結構ね、あのピさんとあとジコさんね、これはこうちょっと魂を込めてあのアドバイスもしてくれたしね、もう2期笑えっていうね。あとはあれですね、滝の明るさっていうのはね、本当にすごく支えでした。あとソヌとかね、あの明るい担当、こうね、和やかし担当みたいな人も他にもいるんですけども、まあソヌの話もちょっとしたいけど、今回はちょっと別の話ということで、はい。滝が今回全然明るくなかったんですよ。あのね、かわいそうだった。あのね、彼はだからリーダーとかやっちゃいけないんですって。なんでペイユンジュンさんでしたっけ？あの、最初ペイユンジュンのペイヨンジュン、うん、ちょっと間違いそうになったんですけど、ペイユンジュンさんね、ダンスバトルやった時のやつで、まあ、タキが確かに盛り上げたんで、そう、だからリーダーにっていうことなんですけど、いや、ダンスバトルやってそれでリーダーってどうなのって思いますよ。いや、ダンスバトル、バトルが上手くたって、リーダー素質があるかないかって分かりそうなもんじゃないですか。確か滝あれヒスンと対戦したんですよね。あれいいバトルでしたね。滝がこうロックダンス、あんまロックできないですけど、ロックダンスでやって、ヒスンがだからこうなんか、ウェービングとかで、まあ、ヒスンの100分の1ぐらいしかスキルないですけど、そう、あの感じ、あ、ヒスンいいねって思ったんですよ。あ、バトルでそれを出すかっていうね。ただ、ヒスンはね、本当に線が綺麗で、うん、そういうバトルをやってもね、まあバトルはどっちかっていうと J とか2期とかね、K とかの方が得意だってヒスンも言ってましたが、ね。あれ、ヒスンがリーダーでいいと思ったんだよね。うん、いや、タキにはきついって、うん。そう、だからね、ずっと明るかったタキがね、今回ずっと沈んでて、まあそこの中でソヌがね、同じメインチームだったから、やっぱソヌは、こう、なんていうか、ちゃんとこうね、明るい感じのそういう空気を作れる人だなって思ったわけですよ。あとヒスンもね、うん、まあリーダーシップっていう、もう自分がこうやれ、ああやれっていう感じじゃなくて、ちょっと後ろから見ながら、タキをね、うまく支えるっていう、まあ、そうだね、うん、ヒスンってあんまりリーダータイプじゃないかなって、どっかの動画で言ったかもしれないんですが、まあ言ってもやっぱりヒスンはね、オールマイティープレイヤーだなっていうところもあって、うん、今回も、まあ、ヒスン、まあ、今回ヒスンの話じゃないけど、点数も高かったわけですよね。うん、すごく。一人だけ本当に。うん。まあ、だからやっぱり20で言うとマコタイプなんだなっていうところもあって、ただなんかね、ヒスンの能力値がちょっとダントツで上すぎる気がしてて、なんかまあ、マコにしてもそうだったんだけども、ただなんかね、やっぱりヒスンいないと無理だろうなっていうところを感じちゃったりして、タキもだから今回ね、ヒスンがいたおかげでなんとかメンタル崩壊せずに済んだと思うんだけど、今ちょっとメンタルどうなのかなっていうところですよ。実際のところ、まあもうツイッターとかでも回ってるし、ネタバレもしますし、まあ冒頭でもね、ネタバレ嫌な人はっていうふうに断っておいたんで、もう話しますけど、結果まあ12人いて、まあ12位の人は脱落っていうことだったんですけど、チーム戦だったので、それで、1位のチームになった4人は444でやったんで、そこの順位関係なく脱落を免れると。だから、その1位のチームに12位がもしいたら、11位の人が脱落っていうことになるっていうね。で、滝が12位だったんですよね。いや、本当に見ててかわいそうでしょうがなかったというか、まあ、本人の素養のところもあるんだと思うんだけど、かわいそうだっていうだけでね、それで収めるわけにもいかないとこもあるんだと思うんだけども、あれもだからレインとかがいたらもうちょっと違う感じのアドバイスができたんじゃないのかなって思うんだよな。結局ヒスンがその後でプロデューサーがやってきて、単純に、まあ、タキだけじゃないけど、なんかもうずっとなんか罵倒するような、なんだ、ヒゲのプロデューサーね。うん。まあ確かにその通りなんだろうけど、言い方は他にもあるよねって思ったりはしました。過保護すぎるのかな。過保護すぎるとは言っても、でもあの言い方ってなんか違うなっていう。プロデューサーってそうじゃないでしょっていうね。これ JY パークっていうすげえプロデューサー見ちゃったから、なんかちょっと理想値が高くなりすぎてるんですかね。確かに JY パークみたいな人ばっかりじゃないだろうけども。うん。日本のプロデューサーだって秋元何かしとかいますけども、変なのね。うん。はい。まあちょっと話ずれそうだから。
あれだってね、滝、まだだってあれですよ、15歳だぜ。15歳の子供にあんな言い方するかいっていうね。だレインさんもね、まあ厳しい人だけど、あの人は的確なアドバイスもできるし、それに、そのレインさんのやり方で、グラウンド自体の、第1シーズンでは全部改善されたりしたとこ多かったわけですけど、いや、他の、何、レインとジコ以外のプロデューサーが言ってたことで何か改善するかいっていうね。改善しないでしょっていうね。そういう感じで、まあちょっとね、長くなりそうなんで、そう、ニキとかケイとかね、あとはまあ他にもね、日本人メンバーじゃないところの人たちの話もしたいんだわ。ハンビンとかね、ソヌとか、まあジェイとかね。そう、だからそういったところの話もしたい。で、結果的にゴヌが11位になったわけですよ。で、だから、さっきも言った通り、滝が12位だったんだけど、まあ、ヒスンたちと、やったチーム戦では1位を取ったので、脱落免れて、結果11位のゴヌが脱落ってことになったんですが、ゴヌは歌がとても上手いし、パフォーマンス的なところでは結構トップだったぐらいな実力があると思うんだけど、そのゴヌがいなくなっちゃうっていうところでね、まあ、もう、精鋭しか残っていないから、しょうがないんだけれど、ゴヌで良かったのかなっていうか、もうレインとかジコもゴヌみたいな人も必要だっていうふうに言ってたんだけどね、その2人がいなくなっちゃったから、もともとゴヌとかケイあたりはあのプロデューサー陣たちからなんかね、あんまり評判良くなかったですからね。ケイも心配なんだよね。そう、まあそういう感じでして、まあ、タキと、レインの話をメインに、レインをメインにしましたけども、またちょっと別の動画で語りますね。で、投票とかも今後どうするかっていうのも次の動画で語ろうと思います。はい。では一旦ここで切っておきましょう。よかったらチャンネル登録お願いいたします。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。